私自身の残りの経営者としての事業家としてのです、ねえー、人生、あと何年あるんだろうかと、どんな人生だったんだろうかと、こんな程度でいいんだろうかと思ってですね、えー、実は、およそ半年ぶりに登壇した孫正義会長兼社長。 冒頭去年10月に経営者や事業家としての人生を振り返り大泣きしたことを明らかにしましたそしていよいよ反転攻勢の時期が近づいておると我々ソフトバンクグループを挙げてですねこの AI 革命情報革命の先端を担っていきたい AI 革命の時代が到来しているとして AI 関連を軸に積極的な投資を再開する姿勢を示しましたまた上場申請している3カのイギリスの半導体設計大手アームについてはアームのチップはもうすでに2500億個累計で出荷されましたいよいよアームも爆発的成長期の入り口に入りましたここから爆発的に私は伸びると いうふうに信じてます。はい、では、ここからはソフトバンクグループの株主総会での孫正義会長兼社長の発言から想定される今後の展開を読み解いていきます。では、ゲストをご紹介します。孫正義氏を長年取材している日本経済新聞杉本隆編集員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、シンガポールを拠点に展開するベンチャーキャピタルリブライトパートナーズ代表の海老原剛さんにはリモートでご出演いただきます。よろしくお願いします。 よろししくお願いしますすさててででは改めままして株主主総会孫社長の主な発言です、ま、ずは2期連続赤字となっていることについてもう守りは十分にできたいよいよ反転攻勢の時期でわくわくしていると明らかにしましたさらに AI 革命が爆発的に大きくなる水面下で準備していて革命の先端を担うと話し表舞台に立つのを控えていた時期には この8ヶ月で630件もの発明をしたとま発明活動に没頭していたということを明らかにしましたそして上場申請している産家の半導体設計大手アームについていよいよアームは爆発的な成長期に入ったと語り株主からですね、投資先の中でユニコーンに育つ企業はどれほどあるのかという質問にはですね 500社の中で少なくても56社はある5倍、10倍となるような会社は50社、100社だがそうなれば投資の元本を回収できると思うと自信をのぞかせました。 まずはは杉本さん株主総会今日ご覧になっていいかがでしたか、はい、あの孫さんが表に出てくるのが、うんえー、去年の11月以来ですかね決算会見以来で、うん、あとはもう CFO の人に任せると言って、うん、自分はもうあの出ないって言ってたんですが、まあ、久々に出てですねまあよくも悪くも相変わらずだなと思いますね <laughs> あの今日株主総会ということなんですが授業の説明ほとんどもうビデオを流すだけ、うん、で、えー、もう自分の AI に対するビジョンと、まあ、それに対してどう関わっていきたいかという、まあ、なんというか志みたいな みたたいなのをく語っ株主総会の話というよりは講演みたいな独演会みたたいいな感じでしね私も前編拝見しましたけれどもほとんど AI とは何かについて語られることが99%ということで特にその中でもほとんどソフトバンクグループというよりはアーム社の総会ではなかろうかというぐらいアーム社についてのみフィーチャーしていたと。 きででょう、ね、まあ、今日この総会の日ですね株価がどう動いたかということなんですけれどもあの終値ベースでいうとこう非常にあの上昇しました前日比3.68%年初来高値を更新しているということで、うん、実はソフトバンクグループここへきてですね、まあ、日経平均も相当上昇しているんですが実はもうこのものすごい今、えー、急騰しているような状況になっていると。これは原さんあの これはどういうふういいふに見てらっしゃいますこれはやはり昨今の生成 AI ブームの思惑が相当強いのではないかなというのが1点と 1>、うん、それからもう一つはまああの申し上げているアーム同グループの中でも中核で、うん、その会社があのもうすでにあの米国に対してですね株式上場の申請はもう済んでいるという発表がなされています。ので、うんその AI ブームの中でその本丸の一社であるその半導体会社であるアームが上場するということについての思惑が相当効いてるんじゃないかなというふうにま、うんうん。まあそのアーム後ほどまた詳しく取り上げますけども、そのこういう状況の中でその評価額も上がっていくんじゃないかというのはそういう思惑ということですか。そうですね。うん、まああの元々3兆円ほどで買収したと思いますが、あのまああの採算言われている NVIDIA 社を筆頭にする。 AI 銘柄に比べてその株価収益倍率等々をあのあ、まあ、あの当てはめるとです、ねうん、もっともっと評価額がつくんじゃないかという思惑は相当強くな杉本さん、この株価についてはいかかがですか、まあ、あの大枠海老原さんがおっしゃったとおりなんですが今日に関して言うとこれどんと上がってますけど えこれはやっぱり、昨日ですね孫さんが子会社の株主総会に出て、話題のチャット g p t のオープン AI ですね、そこの,あの社長、CEO と, CE o とまあ会って、ですねあのまあ最大のパートナーになっていくみたいな話をしたところなんですねまあその効果が出たのかなという、今日に関して言うと。 なるほどね、ただ、ああエビ原さんおっしゃる通り、あり長い目で見てもあのやっぱりアームにたの上場に対する期待というのはかなり株価に反映されているのかなというふうな気がしますねそのアルトマン氏そのオープン AI に関してはですきょうの,今日今日のまあプレゼンテーションと言っていいんですかねの中でもずいぶん話題になってですね、まあ、あの思いついた発想をチャット GPT に相談して毎日、知恵の壁打ちをやっているんだって話してました。 そしてもこの推論マシンとしての AI というのは底知れない力を持っていると感じているということでもう毎日毎日自分が使っているんですよという話それからソフトバンク社内で,です、ね、これあのコンテストをやってこの生成 AI を活用したいろんなその事業提案です、ね、これを募ったら提案件数が5万2000件に達したんだという話。 ですからこれどうなんでしょう杉本さん一番気になるのは本当にそのオープン AI と何らかのその提携なりですね資本参加なりそういうことがあるのかどうかも含めてですね、はい オープン AI はマイクロソフトの傘下の会社なので彼らがどう判断するかというところもあると思うんですが授業の提携というのは、まあ、ありえると思います、うんまあそれよりもまあ面白いなと思うのが孫、ねえーまあ、さんね、ね実は、まあ、AI にずっと投資していくというのはもう5年以上前から言っていたことなんですけど当時よく言ってたのがこれからホワイトカラーの時代からメタルカラーの時代になると、うんうん、メタルカラーってなんだってロボットだと。 とか、ああいうロボットじゃなくて、まあ、A. I. を搭載したロボットだと。うん、そういう時代になるというようなことを言っていて、うん、まあ、あの、まあ。感情を持ったり、理性を持ったりするような A. I. を、まあ、先駆けて、こう。研究してたんですよね。うん、まあ、いよいよその時期が来たのかなというところを、うん、今日強調したかったんだと思います。うんうん、えびはらさん、ここはどうご覧になりました?。そうですね。あの、オープン A. I. とうとまあ、を筆頭にした、その生成 A. I. の、あの、新しく、あの、まあ。 えー、台頭しているプレイヤーとの連携というのは2点ありえるんだろうなと、うん、1点は、まあ、ソフトバンクグループとはいろあ,、まあ、あの失敗もあったとはいえ、うん、やはり世界の中でも最大の投資家の一社ですから資本家としての顔サム・アルトマン氏ともあの毎週のように話してますと言ってましたが、うん、あの先方からしたらやはりその投資家としての魅力ということが1つ 1>、うん、やはりあのあの杉本さんおっしゃる通りマイクロソフトに対して 40%強を持たれているとはいえ、ですねやっぱりあのあの牽制するあの投資家があの欲しいというような、うん、あの思惑ももしかしたらあるんではないか,ろうかなという点と、うん、もう一つは、はい、やはりチップはですねあの半導体チップというのは相当あのあの、まあ、垂直化とよく言いますけれどもあの、目的用途のために相当カスタマイズして、うんえー、スペックを上げていくと。 うん、いうようよな流れがかなり進んでいますのでもしかしたら ARM の,あのアーキテクチャを特別にそのオープン AI 向けに開発するこ、うん、ういった提携の話ももしかしたら可能性としてあるのかというのを考えていますなと。 そのアームについてですけれども、はい、今回の株主総会で多くの時間が割かれました、半導体チップの出荷台数、累計2500億個を超えたと、その勢いを明らかにしまして、うん、近い将来には1兆個を超えると強調しました、うんうん、このアーム、アメリカ市場への上場を申請していて、秋以降に新規上場、迫っています。さんこのののアームにについいいててて改めてどのようう見ていらっしゃまますかそうですかそでね、あのー、やはりあの、まあ あのもともと小さいあの例えば携帯電話等々に非常に強いということと、うん、あの今の生成 AI というのは GPU がないと動かないというのが一般的ないわゆる大規模言語モデルという、うんまあ、オープン AI や ChatGPT 含めてそういうものなんですけれどもどちらかというとそこに対して相関関係があの強いんですよねそういった意味であまりにも強かったのでエヌビディアとア、えームのです、ね、買収が。 各国の公取当局から離れてしまったという経緯があるぐらい非常に、うん、あの親和性が高いという意味で言うと共存共栄じゃないですけどエヌビディア社の GPU とともに相当伸びていく可能性いや余力は極めて高いというのは、うんまあ、孫さんはもとよりです、ね、あの社外取締役であるあの東大の松尾先生、まあ、AI の権威でいらっしゃいますけどの非常に高いあの期待をしておりますと総会でもしておりました。まあ、その通りだと 今日の話をその聞かれて海原さんいっ、まあ、一旦今おっしゃったとおり NVIDIA に売却する方向で1回進めてたものはご破産になってで今日の段階の発言でいうとこれからもうアームを持ち続けてそれで自分たちの企業価値を高めていくという方向に変わったのか IPO をやった後にもに手放すんじゃなくて持ち続けて成長していくんだってそういうふうに受け取られました これはですね、面白いんですけど、長期的に見ると、やっぱり、あの、ソフトバンクグループという会社、あるいは孫さんと経営者は。うん、両方の顔を持ってるんですよね。うん、で、やっぱり、時代時代の、あるいは、内部的な経営状況に応じて。その、投資会社の顔と、事業持ち株会社の、あの、顔、こう、うまく変えるんです。うん、で、アリババについても、結局のところは、まあ、あの、段階的に、もう、手放してしまってる。だから。はい あの本件について言うと当面はもう中核事業会社として持ち続けるとは思いますが、うん、あの将来的長期的には分からないなと思います。うん 水元さんそこいかかがですかこれはあのもう意見同じで孫、うんまあ、さん、基本的に過半数を取得するということにこだわらない人なので、うんまあ、緩い連合体であればいいという、うん、まあ20%から40%ぐらいの出資比率がいいところじゃないかというようなことをよく言っているので過半数以上売っていくこともありえますし、うんまあ、よく言っているのがですね例えば IT 情報産業の世界で30年以上続くビジネスモデルとか、うん テクノロジーというのはないわけです。うん、するとこう入れ替えることをやっぱり前提として頭の中に入れておかないといけない、うん、みたいなことはよく言うので、うん、まああの ARM に関してもそれは当てはまるのかなと。うん、ただやっぱりこれからそのいろんなとこあの会社とのシナジーを追求していくのであれば、うん、持っておいた方が当面は得策だろうと。うん、だからまあいきなりパッと売ってしまうということは多分ないと思います。うん、NVIDIA に関しても NVIDIA とその ARM をくっつけた上でその会社のまあ NVIDIA ですね。うん のあの何割だったかな、あの一定程度を取得するという前提で、緩い連合の中に組み込むという前提で売却を考えていたので、うんまあ、その範疇なのかなと思いまエヌビディアの株を保有するという形で、はい、その2つをくっつけて、緩く持つっていう形ですね。はいうん まあそれにしてもです、ね、ソフトバンクグループの,この歴史をもう一回振り返ると杉本さん、まあ、めげない人だなというかこう一旦行政厳しくなって守りの経営に入ったかなと思ってもどこかでどーんとまた大きな投資をするというフォ、ね、ン、スプリントそしてアームですね、はい、で今回もまた反転攻勢の時だと、はい、ここいかがですかこれあの孫さんのあの 長い歴史をウォッチしていると一、はい、つ法則があって、ええ、貯め込んだお金を使わなかったことって回もないんですアリババに投資した後ブロードバンドに参入する前に実は投資をしてたんです、はい、いろいろ。それを売っ払ってしまって、はい、あのその売っ払った金を全部ブロードバンドにバーッとつぎ込んだと。なるほど この辺り、です2010年前後ぐらいの時にもう無借金経営だと、守り固めるみたいなことを言ってたんですけど、2兆円かけてスプリントを買収して、これからアメリカ行くぞみたいな、これ、孫さんにも聞いたことがあるんです、つい2年ぐらい前ですかね、そうでしょうと、守り固めるとかって言いながらいつか絶対使いますよねまあその通りだと、そこはやっぱり投資に結構使っていくという話をしてましたけどね、ファンド事業に。 なんかそのいわゆる決算説明会に出ないっていう話をされた時に、はい、もうあんまりいろいろ厳しい質問されるからもうし,しばらく引っ込むのかなと思ってたら、はい、今日の話だとその出なくなったところからもうずっといろん,んなことを考えて発明を考えていたとおっかゃっていうしたけど0客さ発明考えたとか言ってましたけど蛯原さんも今ちょっとあの笑っていらっしゃいましたけどもど,どう映りました <laughs> いやおっしゃる通りで相変わらずというところはあった、えー、ただ私結構今日の説明会というか株主総会のを受けて終始感じたのはなんていうか懸念維が抜けたっていうとちょっとおこがましいですけど、えー、なんていうか今までみたいにこう熱く熱くというよりは、うん、どちらかというと自然体でしかしながらこう前向きさとか夢とか失わずに。うんうんうん そそれこそもう経営者としてのもう責任はもう、まあ、どうでもいいとはおっしゃらなかったけど <laughs> それよりも,、えー、もう人類の未来のために何をなすべきかということを淡々と考えた結果今、こういう事業計画にあるみたいなことをおっしゃっていて今までとちょっと違うなと、ねうんはいうお知らせの後投資事業が不振の中でソフトバンクグループ立て直しの鍵はどこにあるのか議論します。